日本にいた。ピース綾部の現在が話題に。お笑い芸人で映画監督としても活躍する品川庄司の品川博士が、9日、ピースの綾部祐二がまだ日本にいることをブログやインスタグラムで明かし、話題になっている。この日、品川はブログで、綾部から食事の誘い。ということで、品川家と、綾部でディナー。と、綾部と食事に行ったことを告白。4月からニューヨークを拠点に活動することを宣言していた綾部だが、まだ日本にいるようで。綾部と、歩いていると、すれ違う人が、まだ、いる。とつぶやく。と、明かした。綾部によると、なかなかビザが、取れないとのことで、品川は、そんなわけで僕も微力ながら推薦文を出しました。ビザ取るのって大変なんだね。と同情。でも、すでに向こうにアパートを借りて、荷物も送っているみたい。と、綾部の近況を報告し。だから綾部を見かけても、平和な気持ちで優しく見守ってやってください。ピース。と、優しく呼びかけた。ブログのコメント欄には、まだいたんだ。大変なんだね。早くビザ取れることを祈ってます。綾部さん、ファイト。などエールが、寄せられている。